エンタメ、世のため、縁のため、キッシーエンタメワールド。今日はキッシーがですね、もう停電になりましたけど、キッシーエンタメワールドのですね、ミニトーク会というのをさせていただいて、この間は東京でもいたしましたし、来月にまた大阪でもさせていただきます。今日は、大変面白い、アイデア豊富の皆さんにお集まりいただきまして、その中で、もう5時過ぎておりますから、お帰りになった方もいらっしゃるんですが、残って、ちょっと一言でも喋ろうかということでですね、先からまずはここに、後ろに、狐のお面をですね、かぶって。うさんくさいって言います。うさんくさいって、ご自身で言ってはりますけど、御所の医師本舗、はい、雨屋さんの4代目でございますね、はい、4代目の石崎さん、はい、はい、ちょっと一言お願いいたします。今日はとりあえずね、いろいろと私にはちょっと難しい話もよくたくさんありましたが、かなり勉強になりましたね。いろいろと世界の動きやらも関係してるんで、まあよかったら、機会あったら来れる人聞いてみたらおもろいんちゃうかなと思いますよ。はい、ありがとうございます。ね、ここはウエスティン都ホテルのエグゼクティブフロアのですね、エグゼクティブラウンジの中の会議室でございますか、特別な場所で午後のティータイムのものですね、を楽しんでいただけるというシチュエーションでございます。はい、それからですね、2番バッターといいますか、ユディさん、お願いいたします。このお茶のイベントとかですね、いろいろやってらっしゃって、この26日、今度は私のイベントと重なっていけないんですけど、大原のとあるお寺で、お茶のイベントをされると、そのまま、アソシエイトディレクターのような方でございますが、ちょっと、いろいろと、しばらく語っていただきましょう。どうぞ。皆様、はじめまして、ゆりちゃんと申します。京都で生まれ育って、嵐山でずっと生活しておりました。で、今は京都でのお寺や神社でいろいろ活動をされていることのご支援というところから、お茶のご接待とか、そういったことを、皆様と共に活動してたりします。はい、そういった関係で今日ここの場に参加させていただきまして、皆様といろいろとお話しさせていただきました。とても面白い会でした。はい、今後ともぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、続きましてはですね、私の兄弟のですね、農学部の、農学研究科のですね、後輩さんです。鈴木さんですが、お顔見せられますか？大丈夫です。よろしくお願いします。はいはい、どうぞ。はい、はい、こちらへ、はい。はいはい、どうもお邪魔いたします。はい、鈴木さんですが、はい、何をなさってるのかちょっと自己 PR お願いいたします。はい、大学から京都に参りまして、で京都市内ではいろいろとお茶を楽しんだり、あるいは寺社に行ったり、あるいはその京料理を楽しんだりしていまして、今日は岸本先生と、お茶ですとか料亭ですとか、こういったものを、どうやったら、いろんな方にもっと敷居を低くして入ってきてもらって、本当のところ、本当にいいところを楽しんでもらえるかっていう話をしました。他にも、そういったものがこれからも続いていくために、どういう点が大事だよみたいなことをいろいろと教えていただきまして、すごい勉強になりました。皆さんもぜひ岸本先生の企画の方にぜひおいてください。いや、またえらいよいしょしてくれましたな。はい、もう一回磯崎社長、キツネの面で出てきてください。もうええって言っております、はい、ありがとうございます。今日も楽しくトークができまして喜んでおります。皆さん、ありがとうございます。また会いましょう。